みなさんこんにちは。今日はサンリオキャラクターズウェハースを開封していきたいと思います。私はアマゾンで20個入りを購入しました。ずっと楽しみにしていたものなんですけど、こんな感じでたくさんのウェハースが入ってます。で、ウェハースのデザインがこちらの2種類です。パッケージもすごく可愛らしいですよね。こちらがプリンくんとシナモンくんとポチャッコくんのデザインで、こちらがケーキスタンドにサンリオキャラクターズが乗っかっているデザインになっています。で、こちらはサンリオキャラクター大賞に投票できる合言葉付きみたいなので、撮り終わったら投票しようと思います。カードは全部で24種類で、メタリックプラカードが1枚入っているものです。で、このウェハースはいちごクリーム味だそうです。食べるのも楽しみです。で、スペシャルカードは箱押し仕様みたいなので、スペシャルカードを当てたいですし、推しのクロミちゃんを絶対引きたいです。まずは、先に封を開けていこうと思います。はい、こんな感じで上の封を開けたので、一つ一つ見ていきたいと思います。ではまず一つ目、じゃん、イケメンです。かわいい、こんな感じのね、プラカードになっています。裏はプロフィールが書いてありますね。裏表ですごくかわいいカードです。ではどんどん見ていきます。続いてはじゃん、ピアノちゃんだ。こちらのピアノちゃんが来てくれました。続いてはじゃん、あ、キリミちゃんだ。かわいい、おいしく食べてもらいたいという思いで生まれてきたキリミちゃん。このプロフィール書いてあるのもすごくいいですよね。続いて6つ目、じゃん、お、これは、こちらは商売ロック、サンリオによるバンドがテーマのキャラクタープロジェクトですね。かわいい、キラキラしてます。今までとはちょっとデザインが違ったカードですね。いきます。じゃん、あ、プリンくん、風船を持っているプリンくんが出てくれました。今年も上位期待のプリンくんです。はい、続いてはじゃーん、キティちゃんだ。キティちゃんもかわいい。続いてはじゃーん、マルモフ日和ですね。ふわふわっとしていて癒されるキャラクターです。裏はこんな感じです。かわいい。今のところはかぶりなしですね。いきます。じゃん、シナモンくんだ。シナモンくんも上位期待のキャラクターです。はい、今年はまたまた1位なのでしょうか。9個目いきます。じゃん、お、ケロケロケロッピです。いいですね、かぶりなく来てます。この調子でかぶりがなく揃えたい。はい、10個目いきます。
もう半分だ。じゃん。お、バツ丸くんです。ではこちらです。いたずら好きで山の弱なペンギンの男の子。はい。もう半分だ、早い。どうかな、クロミちゃんは来てくれるかな。では11個目開けていきます。じゃん。キララちゃんだ。キララちゃんが出てくれました。キララちゃんの髪型がとても可愛いです。いきます。じゃん。サムくんだ。タキシードサムくんです。おぉ、いい感じに、かぶりがない。そろそろね、クロミちゃん来てほしいな。いきます。じゃん。あ、シナモンくん。こちらがスペシャルカードじゃないですかね。どうなんだろう。なんか先ほどとちょっとデザインが違くて、多分こちらスペシャルカードですね。すごい、嬉しい。裏はこんな感じになってます。プロフィールじゃないんですね。やった、シナモンくんのスペシャルカードゲットしました。いきます。じゃん。アヒルのピックルです。お人よしで心の優しい男の子。15個目ですね。いきまーす。じゃん。マイメロちゃんだ。マイメロちゃん来てくれました。ブラシ持ってるマイメロちゃんです。あとはクロミちゃんを出すだけですね。では16個目。いきまーす。じゃん。ハンギョドンくんです。ハンギョドンくんも今年上位行くんじゃないかなって私思ってるんですけど、人気ですよね。かわいい。いきまーす。じゃーん。メルちゃんだ。メルちゃん来てくれました。ピンクのカードでかわいらしい。はい。残りが、あと3個。3個か。いきます。じゃん。やったー。よかったー。ここで、クロミちゃん来てくれました。出ないかと思いました。嬉しい。クロミちゃん、よかった。来てくれた。あと、ポチャッコくんとか来てないですね。じゃん。あ、コロコロクリリンだ。最近グッズとか見かけるようになって嬉しいですね。はい、では20個目ラストいきます。じゃん。ここでポチャッコくん来てくれました。やったー。行きました、ポチャッコくん。ポチャッコくんもね、この間の発表でも上位でしたよね。はい。私が今回引いたのはこちらのキャラクターたちです。かぶりがないですね。24種類ということで、あと4種類揃えればコンプなのかな?スペシャルカードはシナモンくんが引けました。私これを入れるために新しくこのトレーディングカード用アルバムをサンリオショップで購入したので、こちらにファイリングしたいなと思ってます。皆さんもぜひサンリオキャラクターズウェハース見つけたら買ってみてください。では今日の動画はこちらで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。